This is a funny unjo benjo ba. This is a funny. 俺は気持ちの怪盗団リーダーのジョーカーだ。世にはびこる悪党どもの心を盗み改心させるのが我々の役目。今宵のターゲットはあの男。長年フリーのピエロでやっていきたいと言いながら大したアクションも起こしていない追人間。奴の歪んだ欲望を頂戴する。ここがあの男の心の中のパレスね。ここに隠されたお宝を盗めば奴も改心するぜ。みんな行こう。なんだこの真っ黄色な空間は。ひょっとして屋敷の内部全体が巨大なたくあん。落ち着くんだみんな。敵のお出ましだ。いやーあれだね、もう八方手尽くした感があるね。ああ八方手尽くした。別に世の中には何にもアウトプットをしてないんだけど、脳内のシミュレーションで割とあらゆるピエロをやりきっちゃったっていうか、いろんなルートをやってみたけど、なんかこうどれも俺には合わないっていうか、もっと才能にフィットするようなクレバーなやり方がある気がするんだけど、いやーでももう現状八方手尽くした感があるね。だからといって今さら真面目に生き直すきっかけもねえしさ。はあ参った。ネミー、体が休息を求めてる。なんだこいつ、むちゃくちゃクソ人間じゃねえか。頭の中で全部完結させて何もしないで、それであんな一山終えたみたいなポーズなわけ。やはりこんな男をのさばらせてはおけない。行くぞ。はあ、12秒くらいの動画で一月分儲けたい。雑魚は俺たちに任せて本体を叩け。わかった。ペルソンヌ、オジセーヌ、ドーン。そうやってぶったたかれて強くなるタイプじゃないんだって俺。ああもうやだ、お刺身食べたい。敵がひるんだ、今のうちにお宝を盗むぞ。2階に行ってみましょう。2階はこれおろしポン酢だな。メインディッシュのない人生ってことね。まずい、追ってが来る。ねえ一人にしないで、俺の面白いとこ見つけてよ。どこまでも他人任せね。まったくやばいぞ、早くお宝を探さないと。お宝の目処はついている。これだ。耳かき。あーそれは俺が最初に考えた面白いやつ。俺にとって、いや奴にとっての数少ないかつて受けたネタ、それがこの自分をあしらった耳かきだ。奴は過去の小さな栄光にとらわれ、新しいものを生み出すことから逃げている。これを奪えば奴の自尊心の城は崩壊する。やめろ、俺の面白いやつだぞ。よし全員で行くぞ。パイーン、ヨンヨン、ジャブ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 、シャキーン。ジョブジョブって言った。仕事の話しないで。さあさっさと逃げましょう。屋上へ行くぞ。屋上はナムルね。さあずらかるぞ、作戦完了だ。いやー今日からはコツコツとやれることからやっていこう。まずは浄水器でも売りに行くか。ようこそベル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 ベットルームへ。お前の働きぶりには目を見張るものがある、それは認めよう。だがお前も気づいているだろう。お前自身がいつあの男のようになってもおかしくないこと。あるいはもう破滅は始まっているのかもしれない。何？抗う術はある。開かれた新たなステージにためらわず飛び込む、それだけのことだ。もっと具体的に言うのならば、大乱闘に出てもらう。ワオン！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 めさかみさけみさぱさべつすめそうちなせいそまそねさげみそせませめかせきめそぱそれいて。